稲刈りを終えると自然乾燥させるために棒掛けと呼ばれる天日干しを行います。自然の風や降り注ぐ太陽の恵みを一身に受けながらじっくり時間をかけて乾燥させることでお米がより一層おいしくなるのです。赤とんぼの仲間のアキアカネは夏の暑い時期に涼しい高原で暮らし、やがて稲刈りの時期になると涼しくなった田んぼにやってきます。棒掛けされた稲は赤とんぼにとって大切な羽休めの場所でもあります。かつて日本の田園風景に欠かすことのなかった赤とんぼは近年環境の変化によって急速に減少してきました。大崎高度では農薬を減らした栽培や羽化しやすい水管理の取り組みが行われるなど赤とんぼにとって住みやすい環境が残されています。昔ながらの棒掛けの技術と環境を次世代に継承していくことで農業と自然の調和が作り出す田園風景を見ることができます。世界農業遺産の大崎高度、人と生き物とが共生する環境が豊かな生物多様性を育んでいます。